こだわりラーメン館やってこーん。うわ、いきなりここ店の名前決めんだ。どうしよう。待って、このね、店の名前って結構大事なんだよ。で、結構漢字でやってるところが多いよね、やっぱり。なんかないかな。豚ゴリラ、ふざけんなよ。豚ゴリラってウサギにもかかってないんだけど、ペコペコ犬。なんか漢字で良さげなのないかな。ペコセリアもうラーメン屋じゃなくなってる。普通に麺屋ウサダ。いや、それ麺屋ボタンやん。ボタンちゃんのパクリやっちまう。ペコだ。決めた、決めました。皆さん、今回うちのラーメン名前はウサダ家。これに決めました。ウサダ家いいよね、うまいよね。このウサダ家、この4文字で、しかもなんかちょっと覚えやすそう。わかる？ピエケかーいって。バレた。バレた。いや、だってペコローもペコジローもさ、もうちょっとあれじゃん。いや、だから家系じゃない、家系じゃない。ウサダ家って、ウサダ家っていう新しいの作るの今かな、ペコちゃんが。もっといいの決めたい今。めんどころペペペ、これにします。もうこれ決定ね。呼び方はペペペ。次、はじめまして、私は店長女子をいたします、ナルト川優子と申します。今後とも、あ、よろしくお願いします。いきなり女子がいるんだ、こんにちは。しばらく待ってると初のお客さんがやってきてくれる。あ、もうラーメン作ってんの、ペコちゃん。ドキドキしますね。あ、ペコーラこれかな。こんにちは、うさだペコーラです。あ、春尾ハルオなの？てかラーメンってさ、ペコーラってさ、まだ作ってないんじゃないの？あ、お客さん来た。お客さんがやってきました。ですが当店にはないの、何の販売のメニューあるよ。お前ヨーコしっかりしろよ。客来る前に器準備するもんだ。早速お客さんのために今から新商品。このお客さんかわいそうなんだけど。あ、ラーメン屋だ、やってみよう、行ってみようって言ったら、あ、ごめんなさいね、今から商品開発しますって。こんなことあんの。次、全店舗でフィーバー、フィーバー、フィーバータイム、フィーバータイム。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ペペペラーメン、うまいペペペラーメン、いかがですか。やばい、もう館内のジローみてになってるわ。やばいやばい、もうずっと並んでる、ずっと並んでる。頼む、ジローの客並みにペコちゃんのに依存しろ。依存するんだ。てかさ、店員雇えないのかな。もうもみあげもみこと春尾じゃなく、もう欲しいんだが。やばい、閉店にも、やばい、見て、とんでもねえぐらいに混んじゃってる。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。やばい、100人並んでる。あー、なんで。100人の客消えたんだけど、なんで閉店、閉店こんな早いの。はぁ、泣けるけど。普通に今のさ、売り上げあったらもう多分売り上げ比で多分100億ぐらいなってただろう。早く食えよガキ、マジで。ちょっとうちさ、あれね、食い終わった後とかに話とかしないでくださいね。パパパパ書いてください。次、え、なに、ライバル店これ。ねえ、もうやめて、今うち弱いところなのに。ふふ、ここで荒稼ぎさせてもらうぞ、悪徳食堂店長。許せねえ、今自分が弱いところ。直接対決をして倒せば追い払うこともできるので、よく考えましょう。くそ、今そっちじゃなくて、今こっちをちょっとやろうとしてんのに。ちょっと悪徳、最悪だよ、狙ってきてる。ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。あの、出てけ、出てけ、さっさっさっさ、出てけ、しばくさ。一回やってみるか、どんなもんか。勝てるかもしれないしな。うわ、人気強え、こいつ。いらっしゃいませ、うちら、やばい、相手めちゃくそ行列なんだけど。いら
きだね。本当にとんでもねえやつだったな。あ、なんかお宝がある。あ、なんでもっと早く潰しゃよかった。次バレてる。平地お金がなくて困ってるようですね。はい。口が悪すぎたか。あまりにも35点。あれ、お客さん、あれどうしたんですか。一応フィーバー中。あれバレた。ラーメン大会でめちゃめちゃ口が悪いのバレた。悪評巻いてるのがバレてる。あれなんでだ、急に客の足取りが悪くなってる。なんで潰しすぎたか。あまりにもとてもフィーバーとは言えないレベルのお客さんが今2人しか来てなかったぞ。なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとかなんとかなん